じゃあ、12月29日土曜日かな、あ、じゃあ今日日曜日か、動画撮っていきたいと思います。昨日ね、まあ動画いっぱい撮って、上がるのに、ね、時間かかっちゃったんでね、まだ昨日の動画2本か3本ぐらいはね上がってないんですけどもね、昨日最後のね N ゲージ今年の購入紹介ね3両つったんですけどね、追加で、紹介物件がね増えましたんでね、紹介物が増えましたんで、ね、紹介していきたいと思います。今回はね新品と造形、中古なんですけどもね、まとめて紹介したいと思います。まず新品がこちらでございます、ドンと。そして中古がこちらでございます、ドンと。まあ一応ね、昨日、まあ俺、エラーが起きた、あの東海道線のね、加藤のやつがエラーだったんで、それちょっと取れ席取った時にね、まあちょっと中古見てたら、まあ加藤の113系も、なんか床下がグレーに塗られてたやつがあったんですよね。まあ加藤から床下グレーの113系って発売されてないんで、あ、そっか、じゃあ床下グレーのやつでも黒にすればいいんだと思って、まあこれがね、運よくアゼリアの部分で2セットともね、売ってたんで買ってきちゃいました。まあ一応ね、お値段の方はね、まあ1個は、1個ちょっとね、あの試しに開けたんで、ちょっとボロボロなんですけど、これは。よいしょ。お値段がね、一応こちらですね。ちょっとこっちの方がね、見やすいんでね。しかも中にね、入ってるんですよ、紙が。あれ？ねえ。あった。後ろにぺったりくっつく。一応こんな感じですね。まあ一応ね、東海色の、JR ね、東海の、まあ、車両なんですけども、もお値段がね、3600円の、2割引きでね、まあ2808円だったんで、まあなんだろうな。新しいロットの、まあ、トミックスの東海道線探すよりかは、まあ、一緒のことこれでいいかと思ってね、買っちゃいましたね。まあ一応2セットあったんで、ね、ユニットが。まあだから2つとも買ってきたって感じでございます。なんかゴム袋ねえかな。これでいいや。まあ一応ね、まああとはね、床下スプレーとかなんかを黒のやつ買って、まあこいつらの床下を黒に塗り替えてもいいし、まあ最悪はそのままっていうのでもいいと思うんですけどね。まあ一応グレーで、東海なり、まあ身延線かなんかも一部グレーあったのかな ?115 系は。その辺の床下と交換してもいいようにね。ちょっと予備も含めて、まあ2セット買ってきたんでね。よいしょ。まあ本当に多分ね、これが最後の今年のね、紹介にはなると思うんですけど。まあ一応ね、今回はね、新品中古まとめてなんでね、軽く紹介して、終わりにしたいかなと思いますね。で、ちなみにね、こちらが一応ね、モハユニットの方はね、2セットでございまして。よいしょ。なんか、ここか。なんか変だな。なんかフィルムがずれたな。赤。なんか中のプラスチックフィルムがちょっとずれたみたいですね。無理やり押し込んじゃった。ちょっと最悪。あ、大丈夫ですね。一応ね、まあ、造血セットなんですけどね。まあ、見た目的にはね、加藤のやつと、まあ、加藤じゃない、JR 東日本の、113系とね、まあ、全くもって変わらずね、ちょっと窓のサッシとかが塗られてるぐらいなんで、まあ、ドア枠とかが。あのドアのガラス枠が。まあ、この辺はね、そうですね、まあ、色差しするときに変更すればいいかなっていう感じでね、買ってきちゃいましたんでね。そして中古がこちらですね。まあ、これ多分日付的には1個は出たばっかなんですかね。12月22日ってことで、まあ、先週かな出たばっかなんですけども。こちら、あれどこだっけ、こっちか。こっちですね。これがね、一応、114、5かな、モハ115のね、H グレー、HG のやつなんで、まあ、1000番台のやつなんですけど、で、あとこちらですね。こっちがスカ線の9ロット。こんな感じでね、床下も古いやつなんですけども、まあ、パンタグラフありのやつでね、床下があったんでね、まあ、買ってきました。まあ、お値段がね、両方、まあ、こっちがね、旧製品が1200円、こっちが1300円だったんでね。まあ、そうですね、加藤の、加藤じゃねえ、トミックスの、115系の造血セット、まあ、大体あれが3両セットの造血で、まあ、サハが入って、そうですね、大体いくらなんだろうな、今。4、5000円はすんのかな、サハ、サハ付きの3両だと。確か300番台だと。それでね、ちょっとね、買ってきたんでね。確かね、1000番台の方はね、4両基本ベースで、どんな造血塗り方だっけ？ちょっと俺も覚えてないんで、あれなんですけどね。まあ一応ね、ちゃんとね、今回の中古はね、こちら両方ともね、ホロがちゃんとありますんでね、まあ予備のホロも兼ねて、まあベンチレーターもね、欠損等ございませんのでね、まあこのまま生かしていこうかなっていう感じでね、まあ昨日買った、113系とかのね、中古とかも、まあちょこちょこありますんでね。まあ、そいつらと一緒に、ユニットとか組ませれるんでね、床下だけは加工すれば。っていう感じですかね。まあ一応ね、こっちの方はね、
加藤の蜜蓮で中にね、バネが多分入ってない状態なんで、まあ、最悪こいつは、そうですね。まあ、ちょっと TN 化するなり何なりかちょっと考えましょうかね。っていう感じでございます。とりあえずね、ちょっとこっちの造形セットの方もね、紹介していきたいかなと思います。よいしょ。以上で次の動画でね、加藤の昨日紹介した113系のね、付属品の取り付けの方もね、紹介しますんでね。よいしょ。一応まあこんな感じですね。相変わらずこのトミックスの、あの、造形セットのこの袋ってあれですね。これ結構俺いらないですけどね。どうなんですかね。皆さんいるんですかね。まあ一応ね、今回ね、こっちがね、モハの112だよね。あ、3か。モハの113ですね。まあ床下に関してはね、本当に、グレーと黒に塗られてる以外はね、全くもって変わらずね。まあ上が115型、下が113系なんですけども。まあこんな感じで本当にサッシがちょっと塗り分けられてる以外ね、ボディに関しては全くの、違いがございませんのでね。まあこの辺はボディは一部流用で、まあ屋根かなんかも、まあそんなに多分見た目的には変わらないんで、全くもって一緒かなと思うんですけどね。まあホロとかもね、全部共通パーツなんでね。まあ本当にこれはちょっと床下と台車とかはね、丸ごと黒にね、塗り直せば、まあどうにかなるかなと思います。で、一応こっちがね、モハの112っすね。まあこんな感じでね。まあ窓差しにゴミやったんですけど、大丈夫ですね。まあ一応こんな感じでこちらもね、まあここ全部グレーに塗り替えれば、そうですね、いいかなっていう感じですね。まあ一応窓差しもね、ここちょっと全部黒になってますんでね。この辺の、ドア枠とかは全部色差ししてって感じですかね。で、まあ、パンタグラフに関してはね、ちょっと見た目的には、ああ、ちょっと変わりましたね。ここの船の部分かな、舟の部分か。ここがね、ちょっとこの穴がでっかいんですけど、こっちはちゃんと穴の中の再現もされてるみたいですね。で、この辺はちょっとね、やっぱり新ロット、旧ロットで、まあ、違いが徐々に出てきたって感じですかね。ただまあ、ベンチレーターとクーラー、あとまあ、この辺の、屋根上パーツに関しては全くもって違いがないのでね。まあ、こいつら本当にこのまま、生かそうかなって感じですかね。まあ、そんなところでね、まあ一応こっちの、もう一個のね、造形セットもね、買いましたんでね。まあ、生かしていこうかなって感じかなと思いますね。まあ、こいつらに関してはね、一応まだ床下がちょっと1ユニットしかないし、ちょっとね、新旧ロットでちょっと違いますんでね。まあ、どこまで互換性かどうか合うかわかんないけど、まあ、とりあえずはね、当分の間の2000番台の、まあ、ユニット車としてはね、申し分はね、ないかなと思います。まあ、そんな感じかなと思いますね。まあ、本当はね、黒のやっぱり2000番台のに床下欲しかったんですけど、JR 東日本タイプの。ただやっぱりもう売ってないんですよね。何年か前に発売されたやつらが。だからもういっそのことを塗り替えようかなっていう手で買ってましたね。まあ、ちなみに黒の床下に関しては、115系の、300番台なり何なりがもう全部同じ床下なんで、危ね。もう全部ね、その辺も流用効きますんでね。まあ、最悪そいつら買って、まあ、300番台のボディ生かしつつっていう感じでもね、組めなくはないと思いますんでね。ちょっと組んでいこうかなと考えてますんでね。まあ、そんな感じかなと思います。まあ、一応ね、これがね、本年最後のね、中古等の紹介に、ね、なったかなとは思います。まあ、もう多分ね、残り今日が日、月、カート。まあ、買うことはないですからね。本当にこれでね、今年最後の N ゲージのね、購入紹介にしたいかなと思います。ではね、この後ね、113系のね、加藤のやつの付属品の取り付けの方やっていきますんで、まあ、まだね、付属品の取り付けのやつ見てない方とかね、いましたらそちらの方をね、見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。